僕はイーストーリーの時、7人の友達と海の近くの家で2泊しました。行った理由は僕の友達の誕生日だったからです。ドーバーまで車で2時間ぐらいかかりました。海の家に着いたらすぐ近くの公園でサッカーをしました。サッカーの後、海で遊びました。すごくお水が冷たかったです。友達のお父さんが夕食を作ってくれました。すごく美味しかったです。夕食の後、ビンゴをしました。何も勝てませんでした。寝た部屋はとてもちっちゃかったです。起きたらすぐスイミングに行きました。その後、みんなでテニスをしました。それからスパイクボールというゲームをしました。アスレティックコースにも行きました。全部のアスレティックコースが難しかったです。アスレティックコースが終わったらお水に入りました。その日の夜は友達だけで肝試し大会をしました。その次の朝、また海辺に行きました。朝早かったので、とても疲れてたけど、冷たい水に入って、目がシキンとしました。海から出たら、みんなとミニゴルフをしました。小学校からの友達とみんな会えてすごく嬉しかったです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。私たちの好きな日。シュリナ、今日は何してるのか？今日は何もしてないよ。あなたはか？私も暇だよ。私の家に来るか？あ、いいよ。何時に行けばいいか？じゃあ午後1時はどうか？うん、いいよ。じゃあまたね。午後1時。こんにちは。こんにちは。これは私、ペットの犬、フレディです。こんにちは、フレディ。私もペットの犬がいます。名前はポロです。かわいい。ね、散歩しないか。うん、いいよ。止まっていくよ。うん、今週末は何も予定がないから家に帰って荷物を持ってくる。よかった。あとで。こんにちは。持ってきたよ。よかった。よかった。どんなレストランが好きですか？イタリア料理のレストランが好きです。私もイタリア料理が好きです。私パスタがいい。私はピッツァがいい。晩ご飯のあと。今から映画を見る。はい、なる映画が見たいですか？新しいマルベルの映画が見たいです。終わる。私の最高の一日は土曜日に11時に起きることから始まります。フーツは土曜日に午前7時学校へ行きます。でも時々学校がありません。私たちが土曜日に学校に行けないとき、私たちはラッキーです。私の大好きな朝ごはんはパンケーキです。でもパンケーキは作りません。私はラッキーとき母は料理が好きですから、それから母のパンケーキを食べます。
大好きです。美味しいと甘いです。イギリスのパンケーキはレモンと塩が一番好き、美味しいと思います。でもアメリカのパンケーキはメープルシロップが一番だと思います。今日の朝ごはんは最高です。皆さんはここで食べますから。たくさんのペットがいます。犬が2匹がいます。私のペットは大道が悪いです。毎日朝ごはんを食べますとき、ペットは朝ごはんを食べようとします。うるさいです。でもペットは可愛いです。だからペットに朝食を少しあます。朝ごはんの後、姉の車で買い物をします。楽しいですよね。お金がたくさんいります。服が好きですから、たくさんの服を買います。今夜、パーティーに行きます。だからドレス1枚は買います。姉も服が好き。でも姉はお金を持っていません。残念ですね。それから家族とランチを食べます。一番のレストランはドミノです。ピザが好きですから。美味しいですよね。午後、私と友達は海に行きます。友達とビーチに行くのが大好きです。友達は好きだけど家族と最高の日だと思います。大変な時に支えてくれるのが家族だと思います。家族は人生にとってもとても大切なものの一つと思います。僕の一番好きな日はイースターの日です。綺麗で穏やかな日ですから。普通、イースターの日に田舎に行くこととたくさん写真を撮ることが好きです。イースターの日はもう子羊季節の霧といい天気の始めです。子羊はとても可愛いですから、子羊を見ることと写真を撮ることとが好きです。時々、イースターの日にイースターの卵が狩りをします。今年、イースターの日にいとこと卵が利用しました。イースター卵はどこですか？音ができません。難しいです。あ、見ました。とても楽しかったです。来年イースターの日を楽しみにしています。海に行くことが好きです。バクマ。日本の海の日をしていますか？綺麗な海のことを思います。知らなかった。海はここです。皆さん、行きましょう。海に感謝してください。瞑想は体にいいです。感謝はメンタルヘルスにいいです。本当にしましょう。ウォータースポーツを見ますか？スノークリングもあります。しますか？オッケー、行きましょう。God dies.
sui desu uku kandala sugo kata desu. Ichiban sakina takaro wa snorkeling to umi no se wusu tachi deshita.